津軽信明は、江戸時代中期の大名。陸奥国広前藩八代藩主。官位は、15位下、土佐守。宝暦12年6月22日、七代藩主、津軽信冷の長男として誕生。安永5年3月1日、10代将軍、徳川家治に、おまみする。同年12月18日、15位下、出羽守に叙任する。幼少期から才能に恵まれ、宇佐美絵助、戸沢重見賢らから教えを受けてその才能に磨きをかけた。また、当時名君と呼ばれていた、肥後国熊本藩主、細川重方や出羽国米沢藩主、上杉鷹山、そしてみちのく白河藩主、松平定信らと親交を持ったことも、信明の才能と見識を広げる一因となった。天明4年2月開日、父の急死により、家督を継いだ。この頃、弘前藩では、天明の大飢饉で、死者13万人と言われるほどの大被害を受け、その救済費などによる出費から財政が悪化していた。このため信明は、藩財政改革に乗り出し、入意貢ぐ、毛内有衛門ら有能な士を登用、不正を行う家臣に対しては、厳しい処罰で臨んだ。改革のうち珍しいものとして、有衛門の進言を入れての藩士の機能、土着策がある。有衛門は、武士の窮乏化が促進するのは、武士が年貢である米に頼りすぎるからであるとし、藩主を織田信長の平能分離以前の反応藩士の状態に戻そうとしたのである。この頃、弘前藩では、飢饉が相次いで領地は荒廃し、百姓は差し出す年貢さえなく、他を捨てて逃亡するというありさまであった。そこで、藩主を反応藩士にすることで、荒廃した田畑を復興させようとしたのである。しかし、当初は反対論が多く、初めは希望者のみにとどめた。その後、赤石安右衛門や菊池寛次らの尽力もあって、荒廃した田畑のうち先兆部が復興した。信明はさらに倹約令や出費の大幅削減、偽装設置による食料備蓄、藩校の開設と教育の普及、藩法の制定、年貢徴収方法を上面法から下味法に改めるなどして着実な改革を行って財政を再建した。しかし、寛政3年、信明は30歳で急死し、改革はあと一歩というところで挫折した。これには毒殺説もある。子嗣がなかったため、後を養子し、根井親氏が継いだ。大正4年、14位を追贈された。田尻左辺。贈位主権伝贈保番上特使贈位年表P32。ありがとうございます。